こんにちは。バンプの新レジェが来たからまた評価していくよ。ワクチンの副反応で高熱が出てるから何か変な部分があったらごめんね。この画像もなるべく本家に近いように作成したけどミスがあったら許して。前置き終わり。順番に能力を見ていくよ。まずはファンファーレだね。フォレストバットを2体場に出すよ。さらにこのフォロワーがいる場合、それらは疾走を持つね。単純に3コスに点疾走の役割があって便利だよね。他にも狂乱状態なら必殺とドレインも付与されるよ。除去札としても優秀だし回復もできるしで何でもできるね。新カードでフォレストバットを出すカードが増えるといいね。そしたらアグロムーブできるもんね。ユニオンマジックに潰されそうだからアグロは難しいかな。基本的には狂乱で使う感じになりそうだね。そうなると5ターン目以降の展開でこいつを使うことになりそうだけど、5ターン目以降にこいつを使う場面あるの？他の強いムーブがいっぱいあるよね。ってことは普通に3ターン目に出すの？なんだか使いどころが難しいカードに見えてきたよ。環境次第な感じだね。そして、目玉であろう能力だけど、残り PP が7以上だと闇くらいのコウモリが手札に加わるよ。でも発動可能なターンが10ターン目以降になっちゃうね。そこまでゲームが続く気がしないよ。でも明確なフィニッシャーが追加されたことは嬉しいね。序盤中盤終盤、隙がないよ。20回自称できてれば OTK だしね。アルティメットマジックなんて目じゃないよ。時短は回復要素を詰め込んでコントロール気味に戦おうかな。もし何かシナジーのあるカードが出てたらコメントで教えてください。現状これだけだと無難という感想しかないよ。とりあえず体調が回復することを祈って寝ます。ご視聴ありがとうございました。